マルティン・アンドレイフ・カムブロフは、ブルガリア・スビレングラート出身のサッカー選手。元ブルガリア代表。ブルガリアリーグの PFC ・ベロエスタラ・ザゴラ所属。ポジションはフォワード・スビレングラートに生まれたカムブロフは、PFC ・ボテフ・プロブディフでキャリアを始めたが、その後、同じ街を拠点とする PFC ・ロコモティフ・プロブディフへ。 移籍すると、2004年に得点王となる26得点を挙げ、クラブをリーグ優勝に導く活躍を見せたことで、国内リーグの最優秀選手に選出された。翌2005年のクラブは3位だったものの、自身は27得点で2期連続の得点王となった。2005年12月に移籍金200万ユーロで UAE 一部のあるアハリドバイと5年契約を締結し、 33試合16得点を挙げる活躍を見せたが2006年2月に肝炎のために契約解除となったその後2007年にフルスのロコモティフプロブジフへ復帰7月にアステラストリポリ FC と契約したが得点を挙げることができずに終了した2009年1月9日に PFC ロコモティフソフィアと3年契約を締結し 背番号19を与えられた。2009年4月11日のレフスキソフィアとのソフィアダービーでのハットトリックを含め、わずか6試合で10得点を挙げる、素晴らしいスタートを切ることに成功。同2008から09シーズンは、全30試合中半分にも満たない14試合の出場だったものの17得点を挙げる驚異的な得点率で3度目の得点王に輝き、 サイドリーグ最優秀選手に選出された。この活躍からファンの支持を集め、約5年ぶりにブルガリア代表に招集された。2009から10シーズンは29試合16得点を記録した。2010年7月に中国一部の大連時特属級クラブと契約。7月28日に初出場、8月1日に初得点を記録した。 2012年12月18日に PFC クスカ、ソフィアと1年半の契約を締結。2013年3月2日のリテックスロベチ戦で初出場。3月31日の PFC ミニョル、ペルニク戦で初得点を記録。ありがとうございます。